どうもこんにちは。今日はですね、人生プラスマイナスゼロの法則を利用して5月病にならない方法というテーマで話をしていこうと思います。今日はですね、5月病を予防できる方法っていうのをですね、話を聞いてて気がついたので、その話をシェアしようと思います。ただ私はですね、5月に入ってからかなり気分が落ち込んでいます。最近のブログとか動画とかを見ていただいたら、変なことばっかり書いているんで、ああ、なんかこいつ調子悪いんだなって、理解してもらいやすいのんじゃないかなと思います。原因っていうのは、いろいろあるわけなんですけれども、一般的に5月っていうのはいろいろあるもんです。で、ちなみに5月病的な私がですね、5月病の予防って言っても、説得力全くないですよね。ただ、分かっていただきたいのが、この話聞いたのがついさっきなので仕方がないんです。こんな状況の私がこの話を聞いてみて、ああそらそうだなと、これさえやっといたら5月病にならなかったなと思えたので、この先も安心して見ていただきたいと思います。で、話を戻しまして、私もですね、調子を整えていこうということで、ちょっとずつ前向きに何か始めてみようということでやっているわけなんですけども、なかなかですね、自分のエンジンがかかってこないわけです。これからどうしたらいいのかなって考えているときに、ちょうどですね、いつも健康先生が調子が悪いときにはどうしていたのかという、自分自身がどうしていたのかっていう話を、教えていただいたので、ちょっとだけシェアしようということでございます。では、落ち込んだときにどうしたらいいのかっていう話なんですけど、結論だけ言うとですね、基本に戻るっていうのが一番いいそうです。なぜかっていうとですね、その精神的な問題とかだけじゃなくて仕事でも何でもそうなんですけども、問題とかトラブル起こってくるっていうのは、基本をないがしろにしてですね、自己流だとか、ちょっと手を抜くとか、サボるとかいうことで、だんだん正しい道があるとしたら、そこからちょっとずつずれていくのが、ずれが大きくなってくると問題が起こるっていうことなんです。なので調子が悪いなと思ったら、今回私の場合は、精神的、気持ちの感情的な問題なわけなんですけども、生活のリズムを正して、早寝早起きするとかですね、運動をするとか、食生活を見直すとかなんかをやっていくことで、本来、そういう正しい生活に戻していくことで、調子の良い時に戻すことができるということですね。自己流とか手抜きとかサボりとかしてしまって、ずれていた、自分を歩いているのをコンパスを見て、進めるっていう感じですね。正しい方向に進めていくっていうのが効果的だということなんですね。これを聞いて私は悩んでいたところなんで、安心ができたわけなんですけども、言われてみると、当たり前のことを当たり前に言っていることなんで、今あなたが元気な場合はピンとこないかもしれません。でも、この話を覚えておくと、将来落ち込んだ時とかに役に立つかもしれませんので、ぜひとも覚えておいていただきたいなと思います。そして、これだけで終わらないのが健康先生のすごいところで、落ち込んでから対処するんじゃなくて、落ち込む前に対処することで落ち込まなくなる、もしくは落ち込んでも軽症で済む方法っていうのも教えていただいたので、それもシェアしようと思います。その方法とはですね、絶好調になってきた、絶好調だな、好調だな、最高だな、を気分よく仕事できるななんていうふうに思ってきたら基本に戻るっていう方法です。なぜこの方法をすると落ち込まなく落ち込みにくくなるのかっていうと、人生は山あり谷ありだからですね、絶好調があった後は絶不調になる。つまりは人生プラスマイナスゼロの法則ですね。いいことがあったら悪いことも、同じ分ぐらいあるだろうという話ですね。で、この理論は、関西の方だとトミーズマサさんが昔から結構何回も唱えていらっしゃる法則なので、一般的かなと思います。いいことがあったら次には悪いことが起こる、悪いことがあったら次はいいことが起こる、いいことばっかりも起こんないし、悪いことばっかりも起こんないっていう法則なわけですけども、この法則を利用するわけですね。
つまりいいことが起こったとしたらですね、いい、あ、なんか今調子いいなと思ったとしたら、次は悪いことが起こるっていう前兆ですから、悪くなった時のにやるべき、まあ、基本に戻るっていうのを前倒しでいいことが起こってる時から始めると、悪いことが起こり始めた時には正しい道に戻れている、戻りつつあるという状況なので、問題自体が起こらないだとか、問題が大ごとにならないっていうことにつながるわけです。やっぱりまあこれを教えてくださった健康先生はすごいなというふうに思いました。私も勉強になったので、まあ今回こういう形でシェアをしてみたわけなんですけども、まあできればですね、もうちょっと早くこの話を知っていれば、まあこういう落ち込むようなこともなかったんじゃないかなというふうに、思ったりしております。今日はですね、人生プラスマイナスゼロの法則を利用して、まあ、5月病にならない方法というテーマで話をしてみました。今日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。